今回はフレームストーブの可変トルネードに挑戦します。可変トルネードリングを装着することにより炎を変化させるものです。トルネードリングの製作をダイジェストで紹介します。ステンレス板に線を引きます。二次燃焼穴にマスキングしてマーキングします。マスキングテープを貼り替え彫刻刀で穴開けします。丸棒で穴開け箇所をプレスします。金切りバサミでカットします。ボルトで留めてリング状にします。ミニルーターで穴を拡大します。トルネードリングの完成です。リングを動かして二次燃焼穴を調節します。きれいにトルネードしました。トルネードリングを動かして炎の変化を観察しようとしましたが、リングが熱膨張し動きませんでした。トルネードリングが冷えているときはスムーズに入りますが、さらに環合を緩くする必要があります。リングの取っ手も変更し2箇所としました。環合をさらに緩くしました。これでリングが熱膨張しても動かしやすくなりました。燃焼確認を行います。燃料は松のペレットです。燃焼促進に燃料用アルコールをかけます。二次燃焼が現れたのでファイアリングを装着します。トルネードも安定したのでリングを動かし炎の可変を行います。トルネードリングを動かすことにより二次燃焼穴が全閉、半開、全開となり、炎の形態も合体した炎、ストレートな炎、トルネードの炎となります。表は二次燃焼穴の状態と二次燃焼炎の変化を示しています。全閉では合体した炎、半開ではストレートな炎、全開ではトルネードした炎となります。
トルネードした炎ですが、回転することにより未燃ガスと空気の混合が向上して燃焼が高まると思います。以上、可変トルネードリングの DIY でした。